街をたくさん走っているタクシー。タクシーは急いでいるとき、荷物が多いとき、電車やバスで行きづらいところへ向かうときなどにとても便利な乗り物です。手を挙げると止まってくれて、行きたいところのそのすぐ前まで運んでくれるタクシーは、私たちの暮らしの中でなくてはならない乗り物となっています。今日はタクシーのいろいろな秘密を探ってみましょう。ではまずタクシーの一日を追いかけてみることにしましょう。タクシー会社の運転手さんの仕事にはいろいろなパターンがありますが、今日の仕事は朝8時から。会社の車庫で車の点検から始めます。エンジンもよーく点検します。事務所でその日の日報用紙などを受け取ります。車庫を出る前にはブレーキやウィンカーの最後の点検をします。異常がないことを確かめたら、さあ出発です。タクシーを利用する人が増えるのは夕方以降なので、午前中は割とのんびりと街の中を走ります。そうそう、燃料が残り少ないので燃料を入れることにしましょう。あれ、やってきたのはガソリンスタンドではありませんね。タクシー専用の LP ガススタンドです。そう、タクシーの多くはガソリンではなくガスで走る仕組みなんですよ。LP ガスと呼ばれるガスを液体にしてタンクに詰め燃料にしているんです。ガスの圧力を示すメーターがついています。これがガスの入っているタンクです。燃料もいっぱいになったところで、タクシーの車体の作りや秘密をいろいろと見てみることにしましょう。まず屋根の上のこの部分は、会社によって形は様々です。夜は明るく光ります。また悪い人に脅されるなど車の中で事故が起きると、運転手さんのスイッチ操作でこのライトが赤く点滅する仕掛けになっています。そのためこれは防犯灯と呼ばれています。でもここが点滅するだなんて知らなかったでしょ。屋根の両脇についているのはフラッシャーランプ。車の前後についているウインカーと同じ役目をします。これがエンジン。大まかな作りはガソリンエンジンと変わりませんが、細かいところがガス用に変えられています。ガソリンエンジンに比べるとちょっと力が弱いのですが、ガソリンより安く走らせることができるんです。ダッシュボードの上には空車かどうかを表す表示装置があります。夜遅くは料金が割り増しになりますが、その表示も出されます。また上の方にはお客さんに呼ばれて迎えに行く時の表示装置もあります。さて、
乗ろうとすると一人でに開く自動ドア、どうやって開くのか知っていますか？これは運転士さんが操作しているんです。運転席脇のレバーをこう引くと、ほら、ドアが開くんです。そしてこうやると閉まります。レバーとドアはこのような棒でつながっているんですね。これは料金メーター、お客さんが払う運賃を表示する装置です。運転手さんの名前や顔写真のある乗務員証。このタクシーには自動車電話もついています。最近電話のついたタクシーが増えているようです。電話の料金メーターもついています。これは無線装置、無線連絡で呼び出されたり答えたりするのに使います。運転手さんが何か書いています。これは運転日報といって、どこでお客さんを乗せ、どこまで運んだかなどを書いておく書類なんです。普通の車にはついていないもう一つの装置がタコグラフと呼ばれる機械です。時間ごとに車がどのくらいのスピードで走っていたかを記録する装置なんです。ほら、こんなグラフになって記録されるんですよ。タクシーは電話で呼ぶこともできますよね。ではここで電話をかけてからタクシーが来るまでの仕組みを見てみましょう。お客さんからの電話を受けた配車センターの係の人は無線でたくさんのタクシーに呼びかけます。無線の電波は高いビルから街中に飛ばされます。了解しました。走っているタクシーにも電波は届きます。迎えに行くところの近くを走っているタクシーがその無線に答え、住所などを詳しく聞いて迎えに出かけます。このような無線を積み込んだタクシーを無線タクシーと呼んでいます。タクシーがなかなか来ないところでタクシーを利用したいときに便利です。大体タクシーの仕組みは分かったでしょうか。タクシーは燃料の補給を済ませて街の中へ出かけていきます。午前中たくさんのお客さんを運んだ後、街の中でお昼を食べ、近くで休憩をとります。そしてタクシーは夜になっても何人ものお客さんを乗せて走ります。午前2時、真夜中です。やっと今日の仕事はおしまい。会社の車庫へ戻り、車の掃除などをします。事務所で今日一日の仕事の報告をします。運転日報もこの時渡します。お疲れ様でした。次の日は一日お休み。運転手さんは一日おきに仕事をすることになっています。ではここでちょっと変わったタクシーのいくつかを紹介しましょう。あれ、女の人が運転していますね。最近では女の人が運転するタクシーも増えているんですよ。そしてこの女性運転手が運転しているタクシー、ライトバンタイプのワゴンタクシーです。
通のタクシーに比べて後ろの部分がとても広く作られているので、荷物がたくさんあるときに便利です。料金は普通のタクシーと変わりません。わあ、荷物がいっぱい入りそう。これはハイヤーです。皆さん、タクシーとハイヤーの違いは知っていますか？ハイヤーには屋根の上に防犯灯などはついていません。電話などで呼ばれてお客さんを迎えに行くだけで、街の中でお客さんを乗せたりはしません。予約専用のタクシーといったところです。車も高級車が使われています。このハイヤーも西ドイツ製のベンツです。車内もとてもゆったりしていて豪華に作られています。アメリカ製のキャデラックのハイヤーです。リムジンと呼ばれるタイプで、車体がすごく長く、アメリカの大統領が乗る車みたいですね。車内もとっても広々。ふっかふかのシートにテレビ、電話のほかビデオまで備えられています。まるで走る社長室といった感じです。一度でいいから乗ってみたいですね。乗り心地も抜群なんですよ。さて皆さん、タクシーのことよく分かったでしょうか？乗ったことはあっても知らなかったこと多かったんじゃないかな。今度乗ることがあったら、いろいろな秘密を確かめながら乗ると面白いかもしれないよ。2歳から4歳までの知恵遊び絵本お友達。面白くてためになるゲームやお話がみんなを待ってるよ。楽しい幼稚園は幼稚園児の面白学習誌。物知り図鑑と読み物がいっぱい。みんなの人気者が勢ぞろい。テレビ大好きっ子の情報誌テレビマガジンもよろしくね。講談社の幼児誌はお子様の夢を育てます。乗り物は僕らのお友達。力自慢のトラックやパワーショベル、走るホテルブルートレイン、大空を飛ぶジェット旅客機、僕らの夢を運ぶかっこいい乗り物たちが大集合。電車や自動車、そして飛行機のすべてがわかる僕らのためのビデオシリーズ、講談社乗り物博物館。蒸気機関車、タクシー、2階建てバス、変身トラックバスの4本も新しく仲間入り。本屋さんで待ってるよ。